ダンスステップアップ上達法。今までにマスターした6種類のステップを組み合わせて踊ってみましょう。ダウン、アップのリズムを取りながらしっかりと音を聞き、サイド、ウォーク、ターンを入れ、ステップの区別がつくように踊ってみましょう。それでは初めから通して踊ってみましょう。合図をするのでステップを切り替えて練習してみよう。では初めに右からダウンサイドを4回します。次に右へダウンウォークをし、最後に右に指を指します。左も同じように動いてみてください。次は右にダウンターンをし、最後は好きなポーズをします。左も同じように動いてみてください。そのまま前に向かってダウンターンをし、右足から後ろに下がります。次に右からアップサイドを4回します。その時に手も一緒に動かしてみましょう。次に右へアップウォークをし、最後に右に指を指します。左も同じように動いてみてください。次は右にアップターンをし、最後は好きなポーズをします。左も同じように動いてみてください。そのまま前に向かってアップターンをし、右足から後ろに下がります。最後に速いテンポで右からダウンサイドを8回。アップサイドを8回し、最後は好きなポーズで決めてみましょう。